皆さんどうも、ローハでございます。はい、今回はですね、まあ、祝日もね挟んであるということで、あの会社側としては1日有給いただいているので、土曜日からまあ4連休の状態なんですけど、今回ね、まあ、せっかくだからね、どっか外出しようかなと思います。でね、出かける場所がね、もうちゃんとね調べたんですけどね、なんか行きたい場所がね、なんかあんまり定まってないような状態で、まあ、そんならこのルーレットであればいいんじゃないかなと思ってね、一応ね、どれぐらいだ、30候補ぐらいかな、これね、これぐらいあるんですけど、市川から蒲田、相模原、川崎、立川、飯能、千葉、下北沢、秋葉原、原宿、麻布、流山、東大前とかね、多分30項目以上、もしかも下の方もアニメの聖地巡礼やっちゃうからね、ラッキースター、弱虫ペダル、とある魔術のインデックス、ブリーチとかね、まあ聖地にちなんだねところも行きますので、お願いいたします。まあルーレットで当たったらの話だけど、ではね、早速なんですけど、ルーレットで当たった場所に、行きたいと思います。まあ桃鉄に近いような感じかな。うん、桃鉄はサイコロ振ってやるのか。うん、では行きます。やべ、緊張してきたな。めっちゃ緊張してきたわ。さあどこだ、できれば近場、遠い場所はちょっとなるべくやめた方がいい。やめて。どこ、ブリーチ。あのね、昨日ね、あれなんですよ、このね、水神、あれだよね、水神ソーダ、うん、しかもね、アルコールの度数がね 40% もあるんだよ、スピリッツだから。これをね、あのソーダ割りして晩酌しながら、あのブリーチ見てました、昨日は。うん、そっか、ブリーチチラッと調べたんですけどね、あの南大沢らしいんですよね。マジか、南大沢遠いな。八王子の方だもんね。八王子の南の方だもんね。いや、南大沢以外にあるでしょ。ブリッジ、俺のイメージ普通に東京23区内のどの辺かなっていうイメージだったけど、あ、近い方がいいよね。南大沢だけじゃないよね、ブリーチ。もう知ってる方いたら、あのコメントをお願いいたします。ブリーチロケ地八王子だけじゃないもんね。ね、八王子だけじゃないよね。 Are you ready? そうだよね、そうだよね。いちごとルキアがいた南大沢駅周辺、三井アウトレットパーク、多摩南大沢。これ八王子行けってこと？マジか。じゃあそれでは、ブリーチの聖地、南大沢に行きたいと思います。レッツラーゴー。ちょっとね、外出して昼食済ませて、今ね駅乗り換えしてるんでね、はい、これからね、南大沢に行きたいと思います。いやー、こっから1時間半ぐらいかかるので、だいぶ時間かかりますね。はい、結構いい天気なんでね、まあお出かけ日和というところです。今後も、ご堪能ください。では Go to 南大沢ステーション。というわけで南大沢駅に着きました。はい、三井アウトレットパークがなんか駅から徒歩3分ぐらいの立地にあるらしくて、というか初めて降りるんだ、ここ。で、後から調べたんですけど、ブリーチのその架空都市、カラクラ町っていうところかな、
が実はあれなんですよ、藤沢市、神奈川県の、あの藤沢市舞台になってるらしいんだよね。でここの南大沢はなんぞやっていう話、それはね、なんか劇場版のブリーチの舞台になっているらしいんですよ。はい、本来だったら俺藤沢の方に行くべきだったんですよね。うん、藤沢だりーな、もっと遠いやん。あ、そういえばあれか、京王線だっけ、京王モノ、多摩モノレールが遠征するんだっけ、遠征じゃねえ、遠心か、うん、どっかのモノレールがなんか遠心するって話を聞いたことがあるけど、そっか、どんどん便利な街になっていくね。南大沢なんで八王子市になってますけど、あー、もうあるね、三井アウトレットパーク。この辺まで来るとね、だいぶ結構自然が豊かというか、ちょっとなかなか緑が生い茂ってますね。高尾山近いんで、はい。一応東京の郊外なんですけどね、まあベッドタウンでもあるんで、その辺になんかタワマンが並んだりとかしてますね。はい、多分八王子っていうとちょっとカッペ臭いちょっとイメージがあったりすると思うんですけど、実際のところね、八王子駅前とかすごい結構繁華街が栄えてます。はい、で南大沢っていうね、多分サブカルチャー的な駅かな。え、ちょっと待って、猿でしょ。ああ、そういうことか。撮影禁止って書いてあるやん、ダメやん俺撮ろうとしちゃってるよ。あれですよね、なんか日光猿軍団みたいなやつですよね。あー、危ねえ撮りそうになった撮影禁止か、意外だな撮影禁止って。ああいうなんか猿がさ、その中国雑技団みたいにさ、いろいろ披露してくれるじゃん。それってなんか普通に撮影 OK かなっていうイメージだったんですけど、あれ NG なんだ。で今あの三井アウトレットパークに着いたんですけど、なかなかちょっと欧州なね、ちょっと景観ですね。うん、暑いね、それよりも日陰があんまりないからね。うん、ああ、そう、ブリーチの舞台になってるから劇場版の方だとね。ただ見たことないんだよ劇場版ブリーチは。だから右も左もわからない状態なので、そこのところはまあ雰囲気だけ楽しんでいただけるといいかなと思います。はい、アウトレットってあれだよね、なんかなんだっけ、海カモメじゃなくてホタル橋ん、なんだっけあそこ、川崎と木更津つなぐなんか高速道路あるじゃん。違う、海ホテル、あ、そうだ、海ホタルだ、にもなんかアウトレットパークありましたよね。うん、多分初めて来るかもしれない。あと軽井沢もあるんだよね、こういうところ。アパレルショップと飲食店とスーパー、あと何があるんだ、このなんか欧州の景観からして。ただなんか洋食系が結構あれですよね、並列してますよね。うん、普通になんかパン屋とかがね結構ありそうな雰囲気なんですけど、あんまり聞いたことないなんかブランド名ばっかりなんですけど、この23区って何？東京23区じゃないよね。そんな感じっすね。そうだ、銀行下ろし忘れた、マジで。今所持金全然足りてねえんだ。いや、しくじったな、下ろしとけばよかったな。 ATM ないかな。
今ちょっと金欠中なんで、はい、いろいろと隔離生活やらこの間の鹿児島旅行で結構出費額が莫大だったんで、逆光だな、はい、出費額が莫大だったんでね、ちょっと金欠、うん、だからあんまり高い買い物とかできないんで、あ、この辺はあれだね、大手のなんかブランドが揃ってます。プーマ、アディダス、ゾフ、あれだね、なんかスポーツブランドのやつが結構ありますね。いや、なんか急に涼しくなったな、このなんか日陰だけ。どっかなんか冷房みたいについてるのかな。まあそんな感じで、南大沢に訪れてる、まあ、中継なんですけど、これなんかこの景観見る限りだとあれだよね、越谷レイクタウンにもなんかそういうスポットありましたよね、うん、なんか親近感が湧いてきて、フランフラン、フランフランってあれだよね、なんか日用品が売ってるところだよね。ああ、 10% から 50% オフなんだ。じゃあもう買い時だね。一応はどうしよっかな、あ、ゴディはあるんだ、へえ、こんなところにあれだね、彼女がバレンタインのチョコレートでそのゴディは買ってくれることになってね、まあ、僕彼女もいないんであれなんですけど、意味はないんですけどね、はい、ゴディはのチョコレートは一番バレンタインとホワイトデーのチョコレートにふさわしいブランドなんで、ぜひね一度は買ってみてください、はい。あー、まあね、ぐるぐる回ってもねずっと同じ景観なんで、まあ確かに見栄えはあるけどね、見栄え結構高いけど、高いですよ、日本語おかしいな、なんかちょっと二日酔いでね、今日本語が全然 おかしいというかしどろもどろ状態になってるんで、そこのところはご了承ください。ぶっちゃけ言うと昨日ね、あの水ジンソーダスーパーで買ったんですよ。アルコールの度数がね 40% ある、まあ、スピリッツなんですけど、ちょっとなんか写りが良くねえな、はい、それ飲んで結構晩酌したんで二日酔いがちょっと残ってるんですけど、はい、だからろれつが全然回ってないという状態今。他に何かある？南大沢、ここ以外に。そっか、ブリーチ、劇場版のブリーチは南大沢で、唐倉町っていうね架空都市は藤沢なんだね。そっか、藤沢行くのかったるいんで今回はやめといて、また後にね、なんか最近ブリーチ見てるんで、それの聖地巡礼今度行おうかなと思ってます。まあ、今回劇場版の方で聖地巡礼っていう形で、はい、そんな感じですね、はい。まあ一周ぐるって回ったんで、まあ、まだあれだよ、奥行ってねえな、なんか教会みたいな建物があるんだけど、あれなんだ、ちょっと気になるので、ちょっと足踏み入れてみます。あ、軽く一周ぐるって回りましたね、はい。でね、南大沢はね、ちょっと一通り回ったらまたルーレットやります、はい。できればここから近いところがいいけど、一応宇都宮とか、あとなんだっけ、千葉の方も入れたんでね、
その辺になるとだいぶ遠いですよね。時間も1時間半以上は食ってしまうんでね。はい、できればそうだね、八王子だからここから近いとしたら、立川そんな近くねえか。だって八王子の南の方つがもうもろ相模原の方だからね、ここは。そうだから相模原か、あと多摩も一応入れてあるんだ、あのルーレットの方に。その辺が当たればいいんですけど。あと山手線内ね、山手線内入ってたら帰りやすいからね。でアウトレットパークの奥の方行くと、これなんだ、高尾山のふもとなんかね、だいぶなんか緑化してるよね。これなんだろうね、図書館かな。まあ何かの行政施設なのは間違いないと思うんだけど。つうか今日何度なんだよ、めっちゃ暑いわ。36度ぐらいかな。気温もそうだし湿度もめっちゃ高いぞ。あ、電動キックボード進入禁止なんだここ。あ、東京都立大学か。はい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 、東京都立大学、東京大学は分かるけど、あ、そういう大学あるんだね、初めて知ったわ。あ、ちょっと若干ね高台の方行ったんですけど、こっから見る景観がいいよね。多分駅は多分このイトーヨーカドーの方だと思うんだけど、この辺、あの辺って何がある？すげえなんかタワマンがそびえ立ってるんだけど。多摩地域の方に行くとね、こういう景観が本当に見やすいんだよね。ジブリのさ、耳を澄ませば、なんだっけ、聖蹟桜ヶ丘だっけ？もうね、なんか似たような景観なんだよね。こういうね、高層マンションがそびえ立ってるんだけど、その手前側に、なんか田園風景が広がっててみたいな、そういう景観がこういう多摩地域によくある風景なんで、なんか郊外って言っても東京のベッドタウンっていう、そういう感じですね。東京23区内のアクセスもいいので。あとあれだよね、物価も安いよね。あ、やべ、逆行かこれ。この先何があるんだろうね。多分東京都立大学の外周だと思うんだけど。あれだね、この辺大学だから結構大学生が多いっすね。いや、いいね。なんか、セミの鳴き声が、もう夏の風物詩っていう感じがしますよ。ごめんね。喋るネタがもうないわ。喋るネタなさすぎてさ。もうどう実況しようかなって今迷ってるんだけど、ちょうど東京都立大学のど真ん中にいます。はい、でここ何、ウォーキングコースかな。ちょっとそれはよくわかんないんだけど、ちゃんと調べてないんで。なんかあるぞ、あれなんだろう、何のチラシなんだろう、気になるな。
あれかな、なんか文化祭のチラシとかそんな感じかな。ただこのまま行っても多分同じ景観だと思うんで、はい。あ、でも結構公園あるね。柳沢の池公園と富士見台公園。そっか、俺大学生じゃないのになんか勝手に足踏み入れてしまったね。すごい不法侵入の状態。ちょっとマップ見てから、なんか何もなさそうだったらまた移動します。はい。結構あれだね、分岐ルート多いな。公園も多いし。あ、そんな感じになってるんだ。 OK です。公園はちょっくらちょっとね行って、なんか取れ高高そうなやつがあればそこを取って、でひとまずまた移動します。はい。多分左手側がなんだっけ、柳沢の池公園だっけ。うん、この辺の地名よくわかんないわ。まあ汗水垂らしながらこうやって徘徊してるんですけど、いや次どの辺まで行くんだろうな。なんか正反対なところ行きそうで怖えよ。で公園に着きました。はい。まあ、ちょっからぐるーって回っただけなんですけど、あの大学の外周を。あー、なるほどね、ごく普通の公園でした。うん、いいね。このなんか紫外線浴びながら日焼けすることもできるし、いいね。もう日焼けサロン行かなくてもさ、一日でも焼けそうなんだけどね、この天候だと。うん、まあそんな感じで、この先行っても多分風景も同じ風景だと思うんで、ちょっとそろそろ、ルーレット回したいと思います。はい、少々お待ちください。ちょっとセッティングいたしますね。このマンホール、下のマンホール絶対熱そうだ。なんか焼肉できそう。セッティングしてかな。よし、じゃあルーレットをしましょうか。逆光で見れないかもしれませんけど、ご了承ください。ちょっとね今充電してるんで、多分これ逆光かもしれない。少々お待ちください。では行きましょう。うん、これ見えないわ。これぐらい近くしないと見えないかもしれない。じゃあ回します。見える？大丈夫？本当にこうしないと見えないか。 OK。 どこだ？トネレ公園。トネレ公園、まさかの。マジか、トネレ公園か。こっからトネリ公園嘘だろ。おい、オーマイガーだよ。トネリ公園足立区やん。めっちゃ遠いやん。というわけで、トネリ公園早速ですけど、行きたいと思います。レッツラゴー。これめっちゃ 逆光やん。大丈夫かな、映ってるかな。あのね、トネリ公園行く前にね、せっかくだからね、このかき氷、さっきあのそこの、南大沢駅前の、ね、屋台で購入しました。かき氷ね、そう、毎回あのブルーハワイ頼むんですよ。はい、理由はね、ブルーハワイ味がねめっちゃ好きだから。うん、
酸っぱい。やばいな。もうなんかリア充のなんか高校生の味みたいな感じですね。なんか甘酸っぱい青春。もうなんか味がねもう本当に高校生のなんかリア充の青春のような感じで、なんていうかすごい懐かしみのある味。これこそがもう夏の風物詩。このなんだろう、まあ、モテるサッカー部の選手と、まあ、サッカー部の女子マネージャーが一緒にね、まあ、帰りがけにイオンモールの方で行って、で31のアイスクリーム一緒にあーしながら食べるみたいな感じ、うん、まあ、そんな感じの甘酸っぱいストーリーがねこのかき氷に凝縮されております。はい、これ何言ってんだろうね。まあね、女の子がねこの可愛いね女の子がかき氷食ってるねシーンはね結構需要あるんですけど、俺みたいななんかモブキャラみたいなやつがねこのかき氷食ってる姿見てもね1ミリも取れ高ないんで、この辺にしておきたいと思います。では、舎人公園の方に参ります。レッツラゴー。